ちゃこんにちは。おい。はい。豊さん。なんですか、その声は。すいません。ねえ、なんかおっさんみたいな声してるけど、大丈夫か。ちょっと声変わりしてます。ね、まあそうだね。次には治ってます。はいはい。別に大声出したわけじゃないんですけど。うん、はい、ということで、今回も3連戦振り返りの時間です。はい。はい。まあ、神村ちいちゃんよろしくということでね。はい。まあ、声はね、聞き苦しいかもわかりませんが。すいません。まあ、ご了承ください。すいません。はい。はい。それで、交流戦前のね、うん、3連戦。はい。まあ、どのチームも気合い入れてきてると思うわ。交流戦前の最後の3連戦。そうやな。ね、うん。だから、やっぱりいい形で交流戦迎えたいしね。ね。うん。だから、まあ、交流戦を挟むと、ちょっと、前と後ろではちょっと様子が変わってきたりもしますし、ね、まあちょっと危険な交流戦とも言われてるから、うん、だからまあどうなったかね、この3連戦がね。ね、それがいいように働くチームとそうでないチームが出てくるかなっていうところもありますか。はい。はい、ということで。ではセ・リーグから。はい。はい、こうなりました。はい。ということで、全試合行われまして、はい。はい、広島が、DeNA 対広島が広島の3連勝、はい、阪神対巨人が巨人の2勝1敗の勝ち越し、はい、中日対ヤクルトは中日の2勝1敗の勝ち越しです、はい、はい。まあこういう結果を受けてまず DeNA 広島、うん、ね、DeNA 東中川大貫、はい、広島大瀬良玉村アドア、うん、1試合目5対2、広島、はい、1回、まあ、山本の犠牲フライで先制、うん、で、まあ、ずっと1対0で行くんだけども7回までね、うん、8回に小園がこの日3本目のヒット内野安打で、はい、まあ、ランナーサードでね、うん、同点にするという、はい、だから東がなんていうのかな、小園には打たれるんだね、うん、まあ、小園もいいバッターだけども、うん、なんか小園を1人苦手としてるというかね、うん、で延長10回、はい、まあ2アウト、まあこの回終わりかなと思ったら、うん、小園がホームラン、はい、続く末金、うん、ホームラン、はい、でまあ野間がツーランホームランということで、まあ一気に、うん、4点を挙げて、でまあこの試合、まあ、DeNA が勝ってなきゃいけないのかなっていうような試合だったけども、うん、ちょっと中継ぎがね、失点してしまうというね、うん、で東、はい、8回113球10安打7三振、無四球 1失点、うん、大瀬良7回3分の1112球4安打4四球1失点、うん、まあちょっとね、キラーはキラーの割には DeNA キラーなんだよね、うん、大瀬良って、はい、負けてないんだけどもさ、まあちょっと4四球ということでちょっと苦しんだかなという感じはするけどもね、うん、まあだけどやっぱこう小園が2アウトから1人で1点を取って勝ち越した、その後その1点ではなくて末金が続いたというね、うん、だから小園末金ラインっていうのがすごく出来上がってきたかなっていうような感じがするよね、うんうん、だから嫌な打線になってきたなという感じが、うん、しました。はい、はい、小園選手これが今シーズン初のホームランですね。そうだな、いいところで打つな、うん、はい、まあ、野間選手もね1号ということで、うん、はい、でまあ三浦監督は5割でね、うん、やっぱ交流戦は絶対迎えたいということだったんで、はい、まああと一つ負けちゃうと5割に届かなくなるの次の試合、うん、はい、9対6広島、うん、うん、で1点差で迎えた8回2アウトから代打広島ね、はい、1点負けてたんだ、代打石原、うん、同点ホームラン、はい、もう細かいこと言ってもしょうがないよね。うん、でその日山崎康明が打たれるんだけども、はい、調子は決して悪くなかったんだよ、うん、で2アウトを取るまではすごく良かったんだけど、まあ、石原を舐めたわけではないと思うけど、うん、これはシュート回転して逆球になるんだよね、インサイドの甘めに、うん、もったいないなと思ってさ、で延長12回、うん、まあ引き分けかな6対6のって思ったら、ね、ああ延長12回小園が二塁打、また
はい、ノーアウト、うん、ねえ末金これどうするかなと思ったらさ、うん、やっぱ末金に送らすんだね、うん、未来の4番候補、うん、ねえにもためらわず送りバントのサイン、うん、でまあ送れなくて、はい、2ストライク後に右打ちに行ってるんだけど引っかかってショートゴロになるんだよね、うん、続く坂倉、はい、二塁打で勝ち越しと、で矢野がつなぎ、まあ、盗塁、ワンアウト二三塁から二股が2点タイムリー、うん、この二股が12回に2打点を挙げてるという、この二股っていうのは10回に代打でバントをやりに来たんだよね、うん、これがピッチャー前にショーフライになった、これを山本が素早く取ってセカンドに投げられて、うん、ダブルプレーを食らってんのよ。でこの打席も2ストライク目に低めのクソボールを振ってるんだよね、うん、ああこれダメかな、やっぱり若いから動揺してんのかなと思ったら食らいついたね。ああいうね若手のね食らいつきっていうの感動するわいやもうなんとかしたいっていうのがさ、うん、なんかこう画面越しにも分かったから、はい、ああまあ DeNA を応援してつつも、うん、ああこの子はいい働きをしたなとは本当に思わせてくれた、うん、うん、だから見事なね、はい、センター前に、落とした2打点タイムリー、ね、これで9対6、うん、でこの試合は川野がプロ初セーブ、はい、ね、黒原プロ初勝利、うん、ねえいいことづくめだよね、うん、だから非常に広島にとってこの試合っていうのはすごく二股も含めて大きな試合になったかなっていうような試合だったね。もうこの試合はねもう総力戦でね、はい、両チーム外の選手もいないっていうような状況に。そうだね、うん、でその中で俺がすごく気になったのは、はい、DeNA がサヨナラを迎えるチャンスもいろいろあったんだけど、うん、あのね宮崎に代打ダイソーを送るんだよ、うん、セカンドにもランナーいるんだよ、うん、これは確かにダイソーを送りたい気持ちはわかるけど、なんて言うんだろうな、あんまりこう変えてると同点で延長に入った時にメンバーがねいなくなる。だからもうセカンドランナーだけ変えて、うん、これはやっぱり1点取れば勝てるわけだから、セカンドランナーはもう先に変えてましたもんね、うん、だからそんなにね俺はいらないと思う、うん、ダイソーがそこまでそこまでね、うん、じゃないとこれでチェンジになってさらならなかったらやっぱメンバーが随分落ちたような感じになるもん、うん、だからここら辺はね少しね変え方っていうのを考えた方が俺はいいと思うよ。特に裏だから1点取ればさよならっていうことを考えて、まあまあそうだね、だまあ確かに内野の深い位置ってね、うん、ダイソー出しとけば内野安打だったとか、うん、まあそういうことはあるけども、ね、やっぱあるけど、うん、でも延長のことも多少考えないとさ俺はいかんと思うよ。そうですね、はい、で、はい、3試合目4対2、うん、広島という、はい、アドは5勝目だよ、うん、ねえ、ね、6回115球8安打2四球2失点というね、うん、で大貫6敗だよ、うん、うん、してると思うんだけどね、うんうん、6回98球6安打3失点という、うん、11安打する DeNA だけどもまあ点にならずというね、まあ、2点しか取れてないというね、うん、でまあこの試合のこう、まあ、取っかかりというのはまあ秋山が初球ストレートのフォアボールで三振の間の盗塁で野間がタイムリーで小園ヒット、うん、ツーアウトになって一三塁で坂倉のバッターの時にまあ小園スタート、うん、三塁ランナー生生還というね、うん、まあ、これでもうパンと2点を取られるんだけども、うん、やっぱ冒頭の立ち上がりっていうのはさ大きいな、こういう失点っていうのは、フォアボールから始まって、うん、で送球間に得点を入れられるっていうのはさ、でその裏、海老名が先頭打者ホームランでね、うん、まあ、1点は返したりとかもするんだけどもさ、まあ4回森ね、はい、ヒット盗塁林四球で大貫スリーバント失敗、うん、で海老名がセンター前タイムリー、これで1点取るんだよ、うん、はい、まあだけどこれをしっかり送っとけば2点タイムリーになったというね、うん、
で、まあ、6回にもあったね、森が、はい、同じようにね、同じように、うん、で林が三振盗塁あと、うん、これが右打ちだとか、ね、ランナーを進塁だとか、まあ、そういうことをできずに、まあ、三振という、うん、で強打のと、大抜けのところで、うん、まあ、強打を出して、まあ、強打も倒れるという、うん、で DeNA9 イニング中8度の得点圏、うん、まあ、チャンスで打てず13残塁というね、うん、なんか手の打ちようがこう、まあ、ありそうなそんな感じがするけどもね、なかなか難しいですかね、まあちょっとな、うん、まあこれでは勝てんなという感じがするよね、はい、まあ、ヤクルトに3連勝してね、うん、ドイツカード3連勝して横浜スタジアム、ね、まあ、広島を迎えた、うん、ね、3連敗してたら何の意味もないわ、本当です ね、 ね、うん、はい、ということで次、はい、阪神対巨人、うん、ね、及川、ビーズリー、才木、うん、巨人は戸郷、赤星、菅野、はい、ね、1-0出ました。まあこれはノーヒットノーラン、まあ誰もが知るね、戸郷やりました、ね、阪神巨人戦では88年ぶり、あの沢村栄治さん以来、まあ、戸郷が達成したという、うん、まあ、9回123球無安打、うん、5三振1四球、ね、まあ、これは9回にね、思ったよ、うん、まあでもエラーがあるから、まあ、完全ではないからね、うん、まあ無失点という、で初回の森下のセンターフライ、あれをオコイが、うん、やっぱ難しかったと思うけど、くるくる回りながらよく取ったね。いや、ほんとほんと、うん、それと、やっぱ3回、はい、及川のボトボトのピッチャーのゴロ、うん、まあ、戸郷のエラーになるんだけどもさ、はい、あれも際どかったね。ああいうのがやっぱ運なんだろうね。うん、で、9回、はい、ね、フォアボールから始まり、ね、小畑がもう緊張のバントを決めて、ランナーセカンドになって近本のファーストライナー、はい、ヒヤッとしたけども、うん、まあ岡本のグラブにミットにね、スッと収まったというね、うん、でこの1-0の1打点を挙げたのは伊豆口、はい、5回にタイムリーヒット、うん、ね、伊豆口が、門脇の、うん、代わりに出てるけども、そうです ね、 ね、いい仕事したね、うん、門脇もそうだけども伊豆口も素晴らしい選手だから、はい、なんかこう、うん、いい競争になってくるかなっていうような感じがするよね。うん、1年目ね。はい。はい。はい、2試合目。はい。このノーヒットノーランの動画は、うん、別動画で撮ってるんで、そうそう、まあ、よかったら見といてください。はい。はい、で、2試合目、3-0、うん、完封返し。まあ、ノーヒットノーランではないけども、まあ、阪神というね。うん、まあ、ビーズリー。まあ非常に良かった、はい、6回89球3安打7三振、うん、無四球無失点、ね、2勝目ということで、うん、これやっぱストレートの伸びがいいのと、やっぱスライダーが非常に特徴あるというかさ、はい、まあ落ちたり滑ったりっていうような、うん、まあそんな感じのなんかスライダーが非常にいいかなっていうふうに思うよね、うん、だからまあ例えば青柳とかが今抹消されたりとかしてるけども、はい、まあ、十分こうビーズリーが穴を埋めてるっていうような感じがするね、うん、で、はい、木浪先生、うん、で木浪がやっぱ状態がちょっと上がってこないのは、なんかね、全体的に木浪のバッティングだったら引っ張りに行った方がちょっと打率が上がってくるかな、打球が強いかなっていうような感じがするね。まあ、昨年は非常に広角に打ててたんだけども、はい、今年なんかこう流しに行くとちょっとポップライとか、そういうものが目につくんだよね、うんうん、やっぱしっかり引っ張り切れるようなバッティングをやれば非常に率も上がってくるかなっていうような感じがしたよね、うんうん、はい、はい、それと渡辺4回に、はい、ソロホームラン、うん、もう自画自賛完璧でしたみたいな、あの打球に惚れちゃったぜみたいな、いいですよね、あ、まあ、言えるのは、いや、鍋ちゃんもやっとね、なんかこう仕事ができたっていうような感じがして、うんうん、非常に心強く思ったね、はい、で5回には森下がタイムリーという、うん、はい、で中継ぎ陣も頑張った、うん、ね、石、はい、2三振、うん、
岩崎2三振、うん、ゲラ1三振と、はい、でこれ都合全部で計13三振を取るんだよね、巨人打線からね、うんうんうん、でこの試合で12三振かな、12三振ね、はい、でこの試合でね5番打者に立岡を入れるんだよ、はい、で岡本の後ろに立岡、うんうん、ちょっと苦しいかなっていうような感じがするんだよね、うん、だいたいその岡本と勝負を避けられて、はい、立岡勝負になってくるだろうなって、うん、もし大事なところが来ればね、うん、だからそれにはやっぱ岡本の後ろにもう少し誰かいないかなっていう、まあ、坂本を2番に置いてる関係上、まあ、5番が薄くなるっていうのは分かってても、うん、なんか5番がちょっと薄いなっていうような感じがするね、うん、で巨人は4安打、まあ、4安打ではちょっと勝ちにくいなという感じがするね、うん、はい、はい、で3試合目、2対1、うん、巨人菅野が6回までノーヒットノーランやってた、ね、またかみたいなねえ、しかし7回森下二塁打、うん、大山レフト前で渡辺がタイムリーで1点を先行するんだよね、うん、うん、やっぱ渡辺も乗ってきたね、うん、鍋ちゃん ねえ、しかし菅野はこの3本だけなんだよね、打たれたのはね、なんで1点を失うね、はい、でまあ9回に入り、うん、ねゲラ、はい、ワンアウトランナーなし、バッター岡本、うん、何を気をつけなきゃいけない、うん、何を気をつけなきゃいけないか、ホームランだよな、うん、まあ岡本がやっぱ見事に打った、でもね44打席ぶりのホームランということで、うん、ねまあ価値ある同点ホームランになった9回でね、はい、でまあ延長に行って、まあ、10回小林のヒットを足がかりに、うん、ギダをきっちり立岡がパチンと決めるんだよね、うん、で丸が犠牲フライを、やっぱね巨人はねこういう野球だと思うんだよね、やっぱりきっちりした野球というか、うん、出したらしっかりやってくれみたいな、うん、ね、出さない時はないやらなくてもいいけど、出した時はしっかりやってくれ、これがしっかり決まるとやっぱり綺麗に点になっていくね、うん、うん、だからまあ立岡だったと思うけど、あのバント やったのはね、いや、 やっぱこうベテランというか、まあ年数がいってる選手だけにきっちり決めたというね、うん、で丸が犠牲を勝ち越したというね、はい、うん、で菅野6回3分の1、うん、92球3安打、まあ、1失点、はい、佐伯7回3分の1、106球7安打無失点、うん、まあきっちりした投手戦になったけど、最近も勝たしてやりたかったな、あそこまで行ったらね、まあ、いつもなんか雨の中で投げたりとか、うん、条件の悪いところで投げてて、やっとなんか晴れの日投げれたのにみたいな、まあ勝ちは転がり込んでこなかったというね、うん、でもまあ非常にノーヒットノーランあり、まあ、ビーズリーの力投あり、まあなんかこう締まったね、うん、巨人、あの阪神巨人戦だったね、とってもこうね、ロースコアの投手戦というかね、まあ、そうだね、うん、でも戸郷を称える阪神ファンの姿、あの別動画でも言ったけども、なんかすごく素敵だったね、うん、なんかこうやじるんじゃなくて、戸郷のインタビューを聞いて拍手を送ってたりとかするね、うん、阪神ファンって素敵だなっていうふうに思いました。まあね、ファンとその素晴らしい記録ですからね、はい、そうだね、うん、はい、はい、で3試合目、3試合目というか3カード目、はい、中日対ヤクルト、うん、ね、中日涌井、メヒア、中地で、ヤクルトサイスニード、ヤフーレ、松本というね、うん、1戦目5対2ヤクルト、はい、これも延長戦、延長戦多いですね、延長戦多いんだよやっぱね、なかなか打てないからね、うん、もつれて、いや、延長に入っていくんだよね、なるほど、はい、で初回、うん、村上の12号ツーランホームランで、まあ、先制、はい、ちょっとね、進化気味のボールがちょっと浮いたんだよね、うん、かっこよかったねパーンちゃんと向こうに弾いたね、向こうに弾いた、いやー、ああいいホームランやっぱ打つなと思ったよさすがだと思ったよね。で7回木下、はい、
まあ、8回には細川がタイムリーで同点にする、うん、ね、細川はもう枠にお世話になってる、もうステーキばっかり食わしてもらってね、もうちょっと食わさないとフェンス越えんかなみたいな、うん、フェンス直撃の、はい、ね、タイムリーで同点、うん、ね、延長10回マルティネス、うん、ね、3分の221球2安打2四球1四球3、ね、デッドボール、うん、3失点。これは中日側からしたらまさかだよ。とうとう。まあそうだね、うん、まあ、しかしね、なんて言うんだろう、2番から始まってんだよねここ、はい、うん、でやっぱ打順を考えて、まあ、村上がでもあるし、うん、だからそのマルティネスも言ったと思うんだけど、はい、この考え方は間違いではないし、うん、当然だと思うんだけど、うん、まあ、だけどまさかはマルティネスだよね、もう今までね、いやもうびっくりした、もうこんなマルティネス見たことないぐらいのちょっと出来の悪さ、どこの日はどういうあれですか。いやどうなんだろうな、うん、まあやっぱコントロールが定まってないというかね、うん、ちょっと力みすぎというか、まあそういうこともあったし、なんかこう気分的に乗ってない部分っていうのもあったのかもわからないし、うん、まあこれは本人でしかわからないと思うけど、どうであれなんかこう抑えてくれるピッチャーだと思ってたんだけど、この日はちょっとびっくりしたね、うん、ただそのヤクルト側は勝ったにしたけども、はい、勝つには勝った、うん、しかしサイスニードが勝てないんだよ、開幕投手が、うん、やっぱねサイスニードに勝たしてやらないと、やっぱもうねだんだんだん運が落ちてくるよ、うん、一生懸命投げてちゃんと抑えてんのに、うん、これは勝ちが転がり込んでこないっていうのはやっぱ気分的にメール、まだねゼロっていうのはね、そうだな、うん、で木澤がまた失点をしてるというね、うん、木澤の状態も上がってこないから、まあ次の日、うん、木澤はベンチ外になったけどね、はい、登録抹消ではなくベンチ外にはなったけど、やっぱ木澤に頼るところっていうのも大きいしね、うん、ヤクルトはやっぱ頑張らないとなと思うよ、うん、はい、はい、で2試合目メヒア、ヤフーレ1対0、うん、あーすごい投手戦だったね、ね、お互い3安打4安打しか打てないよね、そうなんだよ、メヒア7回121球3安打6三振1四球、うん、無失点というね、はい、ヤフーレ7回86球4安打2四球1失点、うん、もうね攻められないよねあで昨日から合流してるディカーソン、はい、中日の外国人、はい、ね、はい、やりました、2回ソロホームランで先制、まさかその先制したね、この1点が決勝点になるとは思ってなかったと思うけど、ね、いややっぱ運があんのかなっていうような感じはするけどもね、うん、でこの試合、ミヒア7回まで、うん、で8回松山2三振、ね、気迫のともこもった投球を見せてくれた、うん、9回マルティネス、昨日の今日だよ、そうよ、状態がどうなのかちょっと心配だったけども、炎の12球だったねいや見事だわ、何だったんだろうっていうね、その前の試合、そうだね相当悔しかったと思うよ、うん、まあ3人の打者に2三振山田村上を三振空振り三振という、うん、ねえ、まあ昨日から、まあ、2番から始まるね長岡からまた同じようなシチュエーションで投げてきたんだけども、うん、まあ長岡がセカンドゴロ山田村上空振り三振という、うん、もう見事だね、ああびっくりした、やっぱり違うなっていうふうなことを感じさせてくれたね、なんかねこうね、よくない予兆とかそんなのではなく、あの一日だけの、そうだな、あれちょっと疲れがきて調子が落ちてきたかみたいな、そんなんじゃない、なかった、そんなんじゃで嬉しいのは、うん、メヒア、うん、ディカーソン、はい、ね、これがヒーローになったということだよね、2人ね、あね、あのメヒアも久しぶりに2軍から上がってきてね、で、まあ、ディカーソンもそうでしょ、ね、だから外国人が2人でお立ち台に立つなんてもうないと思うよ中日いやここ数年ないよ、だって外国人が当たってないもん、うん、だから非常にいい2試合目だったなと思ってね、ね、はい、はい、で3試合目
5対0、中日、うん、この日はね、中地が先発するから、あ、何回ぐらいまで投げれるのかなと思ったら、いや、橋本がやっぱ頑張るね、この子はね、うん、2回3分の2、ね、橋本が投げて、はい、まあ、勝ち投手になるんだけどもさ、うん、次に勝野、ね、藤島、うん、清水、斎藤、松山、ね、とつないで完封リレーという、うん、ね、で嬉しいのは初回ビシエドのタイムリーが出ました、うん、ね、3回は石川ディカーソンのタイムリー、6回には田中美希也11アンダーで5点を取る。だからこの今名前を挙げた人たち、うん、やっぱ活躍してほしい人たちだよね、うんうん、まあ、特にディカーソンとか石川とか、うん、ね、まあ、田中美希也は本当に、まあ、頑張ってるけどね、食らいついて、こういう選手たちがこう5点を取ってくれて勝てたっていうのはね、また嬉しいし、うん、まあ、ディカンソンなんか、なんていうの、2日続きでしょ、ね、うん、だからいいし、ビシエドもね、まあ、ディカンソンに、感化されたのか、まあ、タイムリーを打ってくれるって、やっぱこうやってこうなんていうの、積み上げてくるとやっぱこう自信になってくるだろうしね、うん、あ、だからいい勝ち方ができたなと思って、はい、はい、でヤクルト、3安打ちょっと寂しいな、うん、ちょっと疲れが来てるね、それじゃ困りますよね、はい、はい、というセ・リーグでした。はい、はい、ご覧になりました。はいはいはい、ロッテとソフトバンクはロッテが3連勝、はい、楽天日本ハムは日本ハムが2勝1敗の勝ち越し、はい、西武オリックスは西武が2勝1敗の勝ち越しです、はい、ね、うん、ソフトバンクがすごい、ね、よもやの3連敗という、ね、ね、ロッテ素晴らしい、ロッテ素晴らしい、うん、はい、まずはロッテ対ソフトバンク、はい、佐々木朗希、メルセデス岩下、うん、ソフトバンクモイネロ大津スチュワートジュニア、うん、3対1、1試合目、はい、ね、ロッテ、まあ、初回、コンちゃんのタイムリーで先制、うん、でいきなり先制かよと思って、ね、あ、なんか勢いがつながってんのかなっていう、21点とか12点とか取った勢いがね、うん、まあ、初回に3安打打つしさ、うん、いやー、これはなんかの波に乗って襲いかかってくるのかなと思ったら、うん、佐々木朗希さすがでした、ね、7回119球5安打8奪三振、うん、2四球1つのデッドボールと1失点という、うん、ね、でモイネロ7回106球5安打5三振3四球3失点、うん、ね、まあ、2回、フォアボール絡みで岡のタイムリーで逆転、うん、5回には高部のタイムリー、うん、で3点目、はい、ね、佐々木朗希の表情がすごく良くなってきたかな、ここに来てね、うん、なんかこうチームを鼓舞する姿勢だとか、自分がマウンドから降りてもなんかこう戦況を見つめる表情とか、すごくなんかこう WBC の時に見せたような表情に近いような、なんかこうチームの一員として戦ってるっていうようなね、ことが見えたし、で何よりもソフトバンクが乗って入ってきた、うん、楽天をコッパみじんにして、うん、でどういう投球をするかによって佐々木朗希が鍵だったと思うんだけど、うん、ここを突破してたら逆の数字になってたかもわからないけども、うん、佐々木朗希がピシャーッと止めたよね、ソフトバンクを、うん、これがやっぱ大きかったと思うよ、うん、うん、やっぱね、いいピッチャーに当たるとその3連戦ダメっていう時があるんだよね、うん、うん、だから佐々木朗希がきっちり抑えていったよ、うん、だからこれはね、初戦を取る意味もすごく深いし、だけど相手バッターに強烈な印象を与えたっていうさ、うん、ことも大きかったと思うんだよね、後ろの2試合にも関わる、そうそう、影響があるということだよね、うん、はい、で2試合目、2対0ロッテ、はい、メルセデスよかったね、勝ったよ8回111球、はい、3安打8三振、うん、2四球無失点、はい、
で、大津も悪くはない、うん、6回3分の2、100球、5安打、6三振、2四球、2失点、はい、2回、佐藤俊也、4回には外のホームラン、佐藤は内野ゴロのカウントだったかな、うん、で、4回には、外のホームランでね、はい、2点を挙げると、はい、で、ソフトバンクは4安打、うん、で、ロッテは7連勝、この試合ですごく気がついたのが、まあ気がついたって言ったら変だけども、周東と柳田が止まってんだよ。ルーに出れてない。なるほど。うん、ピシャッと抑えられてる、うん。佐々木朗希の影響があんのかなみたいな。なるほど、さっき言ったね。うん、そうそうそう。うん、で、3試合目、7対1、はい、8連勝。すごいね。まあこの日はね、うん、岩下先発っていうけどブルペンデーなんだよね、はい、ロッテ8人をつなぎ、まあ国吉が1点取られるんだけども、うん、まあ見事に抑えるという。でもフォアボールが、8人つないだ中で、6つ上げてるんだよ、うん、ソフトバンクに、ね、ちょっと危ない場面もあったんだけども、うん、でも打つ方が頑張ってくれた、うん、で、岡相変わらずいいね、すごいですね、ずっとね、うん、ここのところで、高部、うん、もういいね。で、何よりいいのが外、はい、ね、あんまり大振りしないんだよ、うん、やっぱね、打点を上げれる時っていうのは最初の2点タイムリーなんかセンター前に持ってったんだけど、やっぱ素晴らしいバッティングするな、うん、だからそのホームラン王も取った男だけども、やっぱそういう打点の時にそういうきっちり返してくれるバッティングをしてくれると外は頼もしいなと思って。またあれですかね、指名打者っていうのが今までなかったっていうのは、まあそうだな、結構合ってるんですかね。合ってるかもわかんないね、うん、だから状況を見てバッティングを変えれるというかさ、うん、まあそういう外は素敵だなっていうふうに思うよね、うんうん、だからまあ頼もしいなと思うね、うん、でソフトバンク今日もシュート、柳田、うん、柳田は2つのフォアボールを取ってるんだけども、はい、ノーヒット、うん、それに加えて今宮が上位 1,2,3 がノーヒットに抑えられたという ね、 うね、だからここら辺はやっぱりソフトバンクのポイントゲッターというのは山川近藤、まあ、ここにランナーが出ないというのはさ、やっぱこう線香花火みたいになっちゃうからね、うんうん、だからもう、まあ、ソフトバンク強いけど抑えるとしたらこの3人のうち2人をどう抑えるかだよ。3人抑えるって言ったらきつくなるから、はい、この3人の中の2人を出さないように回していけばそんなに点は取れないぞということが、なんかロッテ戦で立証されたような、まあ、そんな感じがするね。これは交流戦前に、なんていうの、ちょっとソフトバンクとしては嫌な感じなのか。ああ、まあ余裕があるけどね。うん、ただロッテがね、すごい打線のつながりが良くなってきてるから、うん、だから今12球団で一番強いかなって思うのはやっぱロッテだよね。うんうん、まあ、そこに3連敗をした、まあ、まあ一つぐらい勝ちたかったなっていう、うん、つもりはあるけども、うん、よしこれで切り替えようみたいな、そんな感じにはなったと思うね、うん、はいはいはい、まあ巨人からだから、ソフトバンク、ああ交流戦がね、交流戦が、はい、だからそこでよしやったろうじゃないかみたいな感じにはなると思うねはい、はい、続いて楽天対日本ハム、うん、楽天早川小蛇、うん、岸、うん、で日本ハム金村加藤柳川、うん、まあ、柳川はね育成から支配下にね、うん、今年なって、ね、先月になったのかな、はい、なって初登板で、プロ入り初登板という、ね、小蛇もドラフト1でこの日が初登板ということで ね、 1試合目、うん、4対3日本ハム、はい、早川金村良かったねこの日は、うん、でこの日これはね面白い試合だったんだけど、うん、まず先発ピッチャー、はい、早川、うん、8回111球3安打8三振1四球1失点、うん、で金村7回100球4安打7三振2四球1失点、うん、で9回まで行くんだけどさ、はい、日本ハムが、うん、楽天が勝ってて、うん、かな、まず楽天が1点取って、
同点だ。同点で返して、はい、で日本ハムが9回に2点取って楽天が2点取って、同点になるんです。で、抑え勝負になってきたんだよ。うん。ねえ、則本最初に投げた表に、はい、ねえ1回24球3安打2失点、うん、あ、2三振2失点、うん、うわー、則本がこれ初失点かな、取られたのは。そうなんですね。で 2点リードした、うん、もう間違いなく田中正義これ ね, ね出てきた、うん、1回26球2安打2四球2失点おお、どうなってんだよって両方とも抑えられねえじゃないかって、で延長に行くんだよね。しかも2点ずつっていうね。そうそうそう、うん、で延長に入って、ソン・チャーホーが投げるんだけども、はい、これまあ1失点自責はゼロだと思うんだけども、うん、10回ツーアウト3塁、うん、ね、松本のショートゴロ伊藤幸也がファーストへ悪送球、はい、これが決勝点になったんだよ、うん、でも9回村林に代打に出てた茂木が、うん、まあ2点タイムリー打ってるんだよね、はい、で茂木ってやっぱショートで出てた人間だよ、うん、で伊藤幸也っていうのはやっぱショートっていうのはちょっとねやったことがないんだよ。だいたいセカンドがサードの選手なんだよ、うん、でショートっていうのは守ってないんだよね、はい、そしたら茂木をそのままショートで村林の代打に行ったんだったら使えばいいのにさ、まあ何かあるのかも分かんないよ、うん、でも伊藤幸也には気の毒だったよな、うん、まあ難しい深い位置からの送球にはなったけど、うん、まあプロだからキャッチボールね、これはきっちり投げなきゃいけないとは思うけども、やっぱもうここは茂木でよかったんじゃないかってまあね、俺はちょっと伊藤幸也 に、なんかこう同情するな、うんうん、なるほど、まあ、元 DeNA の選手だからねまあそういうこともありながら、うん、でも心情を考えた時に、うん、まあちょっとなと思って、まあね、うん、まあそれがね、あの勝ち負けに左右するっていうことになるとね、まあそうだ、相当緊張すると思うよ、うん、いやだけど今井監督今井監督ね、うん、次の日も先発で使ったよ、うん、うん、ね、それはすごいなと思ったね。で2試合目、はい、5対0、ね、日本ハム加藤が今季2度目の完封、はい、ね、うん、9回101球4安打4三振無四球と、うん、もう完璧に近いという、ね、もう本当にテレビ見ててもまあ審判との相性も良かったなっていうような感じがするんだけど、うん、まあ相当四隅に投げてたね。小蛇、はい、6回84球5安打、3つの三振、無四球2失点、うん、無四球がいいじゃない、ね、やっぱこう向かっていく気持ちがあるピッチャーだね、うん、だから将来性をすごく感じさせてくれた、ピッチャーですよ、うんうん、まあ4回にね松本万波のタイムリーで2点を失うけどもね、はい、うん、だけどなんていうのかな、まあしっかり投げ切れるピッチャーだなっていうふうに思ったね、うん、コントロールもいいし、だからもう近いうちに絶対勝てる投球をしてくれると思うよ、はい、はい、で日本ハムの方は9回には五十幡水野のタイムリーで、まあ、都合5点を挙げて、逃げ切るというね、まあ、ほぼ完璧だよね、うん、試合内容としたらね、はい、で今日、はい、3対2、楽天、うん、まあ、柳川プロ初先発、はい、ね、まあ立ち上がりに連続フォアボール、うん、ね、まあ、もう勝手にピンチになってちょっと硬かったなやっぱりまあそうなるかと思いながら、うん、だけどね、なんていうの、まあ初回に1点取ってもらってノーアウト満塁まで行って、はい、浅村とか迎えて、まあ、浅村の犠牲ぐらいで1点を失うんだけども、はい、その後頑張れるんだよね、うん、あ、もう初回からガタガタになるかなと思ったらそうじゃなくて、うん、頑張りきれたんだよ、はい、うん、で浅村に、まあ、2本の犠牲フライを打たれるんだけどもね、はい、まあ都合3点を取られ、まあ、負け投手になる、はい、うん、
柳川見てるとね、ちょっと硬かったのか、ちょっと躍動感に欠けるかなという、はあ、で若いのに、うん、もう少し荒々しさがあってもいいなっていう感じがしたね、うん、投げてるボールとかそういうものっていうのは全然悪いボールではないと思うし、はい、ただそのおとなしい、うん、おとなしいからバッターが怖くないというか、うん、まあ、そんな感じに見えちゃった。だからもう少し、まあ、緊張から解き放たれたら、うん、もっとブワーンとした躍動感が出てくるのかなっていう、その躍動感に今度期待をしたいというふうには思います。なるほど、はいはい、はい、うん、まあ、この試合タミヤが、2打点で、マンちゃん頑張れ、タミヤの次にマンちゃんが打っててタミヤが2打点上げる、まあ2本ともタイムリーだったんだけど、はい、だけどやっぱマンちゃんのところに回ってきて、1本が出なかったというね、うん、で、まあ、8回にはダイソーの磯畑が三塁にいて、うん、まあ、水野、まあ、ピッチャーゴロで、ね、磯畑の足でもピッチャーゴロは無理やで、まあ、ギャンブルスタートでねあれが入ってたら同点で柳川の、負けは消えてたんだけどさ、ね、うん、だからチャンスがありながら今日の試合っていうのはなんかこう1本出なかったな、うん、うん、まあ、7回にもマンちゃんがね、チャンスがあったんだけども、まあ、打てなかったという、うん、まあ、ちょっと日本ハム側にすればストレスのたまるゲームだったかなっていうふうには思いました。はい、それで、ね、で、あの日本ハム2番手に投げた黒柳投手、おお、甲子園も沸かした。そうそうそう、中京大中京から日本ハムに入って、今日若いピッチャーで行ったんだね、じゃあね、うん、まあ新庄監督らしいないやね、本当にね、戦力にしていくよね、え、水谷にしたってそうだしさ、どうしてるかなって思ったら出てきますよ。そうだねまあこの柳川とかね、黒柳投手もね、まあ、そうだな、あれってやっぱ甲子園見てた人は思いますよね、うん、まあ、そりゃそうだね、うん、内容は、はい、お待ちください今日2番手で投げまして、うん、2回25球、うん、1安打です、うん、無失点、ね、無失点ですね、まあ、それは当然無失点だよね、うん、あ、まあ、これからまたなんか楽しみになるね、ね、日本ハムはね、こうやって出てくるとまたいつ出るかなってちょっと楽しみになります、まあ、そうだね、うん、はい、ということで最後の、はい、西武対オリックス、うん、ね、高橋コーナー、渡辺、某高橋で、オリックスは東、曽谷、鈴木、うん、広志ね、初回、あ、1試合目9対6オリックス、はい、初回、中村が犠牲フライ、2回には西川の2点タイムリーで西武が打てない打たないって言いながら2回で3点のリードを先制する、うん、まあ、しかし3回ワンアウト後、若月、福田、西野に3連続四球という高橋コーナーね、で中川犠牲フライ、まあ、2アウトになるけど森、紅林がタイムリーで、まあ、4点を取って逆転されるんだよね、だからなこれ、まあ、勝てない、勝てるピッチングもしてるんだけどもさ、うん、勝てる時に勝っとかないとやっぱこういうピッチングになるのかなっていうふうにも思うよね、うん、で、まあ、同点から9回にアブレイユ、うん、ね、3分の2、33球、3安打、3四球、5失点という、マジかみたいな、うん、アブレイユが、ね、うん、ね、で、まあ、オリックスはやっぱフォアボールをうまく得点に絡めたね、うん、絡めたねっていうか、勝手に崩れたんだけどもね、うん、だからこういう試合をやってたら、やっぱ勝てないかな、西武はね、うん、で、オリックスは森が当たってきた、はい、まあ、2打点。まあ、この試合で紅林は3打点ということで、うん、まあ、森が当たってきたのはオリックスは大きいかなって、つながりが出てくるかなっていうのは、うん、まあ、感じるけどもね、はい、はい、で2試合目、連敗を8で止める、やっと勝った6対5、はい、ね、5対2で3点差をまで、負けてるんだよ、5対2でね、うん、まあ、その7回、はい、昼間から4連打、ねえ、ね、岸、平沼、古賀、犠牲フライを挟んだりなんだかして、うん、ね、
外崎の逆転2点タイムリーという、はい、で若手とベテランが融合してひっくり返したというね、うん、で外谷もね非常に悪くはなかったんだ。7回にいっぺんに捕まったというね、うん、6回まではすごく良かったんだけども、うん、7回に何があったのか一気に捕まったというね。ね。ね、うん、で、おかわりくん。はい。ね、2回に、6号ホームランというね。うん、まあきっちり点を取れる時に取ってくれたから逆転につながったという、うんうん、まあそういう試合なんだけども、やっぱおかわりくんというのはコンスタントに打ってんね。ね。まあこうやってね、勝ちゲームにホームラン、うん、ね、よく打てました。はい。はい。で最後、5対2、うん、まあね、これね、まあオリックスはブルペンでね、1対0で迎えた8回、はい、まあ5点を取ってひっくり返されるんだけども、うん、こんなことよりも、うん、俺はこの試合限りで松井監督が休養ということになったという。で、次に指揮を取るのは渡辺 GM が代わりに指揮を取るということ、うん、まあ誰が取ったって別にいいんだけども、ただ松井一夫はね、監督がちょっと休養ということはちょっと寂しいな。本当びっくりしましたね、うん、で俺はすごくいい監督になるっていうふうに思ってたし、うん、彼には期待してた、うん、それと、まあ、YouTube のね、あの番組も出てくれたけども、うん、そのなんていうの、まあ空いた時間の時に、うん、豊さんどうしたらいいですかねって言うから、まあ、本を勧めた、孫子とかね、うん、そういう兵法の本を、うん、ちょっと読んでみますとか、うん、まあいろいろなんか最初は献身的にね、うん、やろうとしてた。でもそれが空回りして、うん、まあ、できなくなったし、なんか寂しいな、ちょっと。まあね、別に全部が松井監督の責任っていうわけではないですけれども、うん、でもその責任はね、うん、やっぱ感じて、まあ、そうなってしまったというふうには思うけども、まあでもここでちょっとエールを送っとくわ。まだ若いしね、松井一夫ってやっぱ人がいいし、可能性を秘めた俺は人材だと思うんで、うん、もう一度ね、何が足りなかったのか、どうすればこうすればいろいろあると思うよ。でもそれをやっぱこう反省してまた勉強してまた戻ってきてほしい監督の一人だなっていうには素直に思う、うん、あの西武を優勝候補にしてた、うん、ね、それはやっぱ松井一夫に期待もしてたからなんだよね。もちろんね、うんうん、だからもう一度ね、戻ってきてください。勉強してね、これで嫌にならないで、ね、ほんとね、やっぱちょっとね、うん、心的にもしんどい部分もあったかもしれないですけれども、まあね、はい、ちょっと一回離れて、そうだね、ちょっとね休んで、はい、まあ冷静なね、うん、目で、まあちょっと外から野球を見てみるとまた面白いことが発見できるかもかな、うん、ね、はい、ということで、はい、ピックアップ選手、はい、はい、セリーグいきます。はい、はい、セリーグはこうなりました。はい、うん、阪神渡辺、はい、ね、やっとなんか彼らしくなってきたな。ちょっと出てきてから結構活躍目立ちますね。そうそう、日本ハムの時はレギュラー張ってた人間だからね、うん、だからそんな力がないわけではないし、うん、ね、このままサード取っちゃえみたいな、ね、そのぐらいの勢いでいるといいですよね、はい、うん、でビーズリー、ね、立派な投球をしてくれたよね、はい、だから、まあ、拍手です。はい、ね、DeNA 山本、ね、はい、よく引っ張ってるけどもな、うん、勝ちに結びつかないっていうのがね、ちょっと寂しいだろうなと思って。でも彼はよくやってるよ本当に、ね、バッティングもキャッチャーも ね、そうですよ、守備も ね、この前のキャッチャーゴロみたいなね、ゲッツーしたけども、まあ、ね、見事だったね、うんうん、で広島、はい、石原ね、ポイントでホームランを打つ、今日でもね8回にダメ押しの打点を挙げるね、非常に成長したし、アドアをよく引っ張ったみたいな、ね、あ、アドアがどっち、いや、まあアドアね、はい、こう5勝ということですごいね、すごいよな、うん、はい、でヤクルトサイスニード、うん、勝たしてやろうよ、なんとか1勝目をね、ね、うん、頑張ろう、はい、で中日ディカーソン、待ってました、マルティネス、はい、炎のマルティネス、
ディカーソン、うん、ね、やっぱ彼にある程度かかってるっていう風に、それは中田が戻ってきてあの重量打線になってディカーソンがいるって言ったら、それは嫌な打線になってきたよ、うん、ねえ、なんかこのまま打ち続けマルティネスね、男を見たような感じがしたよ。炎の12球人なんだなって思いました、その前の試合は。まあ、そうだね、はい、で巨人戸郷、はい、もうあなたは大エースになりましたね、本当ね、素晴らしいね、はい、はい、あの甲子園でなかなかできないよ、うん、あのプレッシャーの中でね。はい、パ・リーグね、西武は松井監督、うん、ね、可愛がってもらった選手いろいろいると思うけどもね、また戻ってきて、うん、ね、監督やってくれ、はい、はい、オリックス森、うん、ね、森が当たってくるとやっぱ打線が流れる、うん、ね、頑張るように、はい、ね、日本ハムタミヤ、はい、いや素晴らしい、うん、ね、バッティングは素晴らしい、ね、キャッチャーとしての成長もものすごい、うん、で楽天小深田、はい、ね、小深ちゃんが出るとやっぱ活気づくわ、うんうんうん、だからコブちゃんフォアボールでもいいんだよ今日みたいなね、いいです。でソフトバンクシュート、あなたが止まったら得点源落ちちゃいますよ、ちょっと、ね、頑張らないとね、もうなんかチームの中ではいろんなことができる人になってますからね、そうそうそう、頑張らないと、うん、ここ踏ん張って ね、はい、ロッテ外、うん、素敵なセンター前、ね、いや本当よまあそうね、いや本当にね、で佐々木朗希、はい、ね、やっぱ物が違う、ね、もうね、1試合の投球内容だけじゃない影響力ってことですよね。まあ、まあそうだね、うん、はい、まあ、ということで、今度から交流戦に入ります、うん、はい、ね、いよいよという感じなんでしょうか。いよいよ、はい、いよいよだね、なかなかこれが賛否ありますが、はい、まあ交流戦も楽しいですよね。いや交流戦楽しいよ、本当、いや本当本当、私は大好きですけど、だから楽しまないと、うん、どっちみちやるんだからね、あ、だけど順位が大きく動かないようにやっぱり用心しといた方がいいと思うよ。でまた交流戦だけのね優勝というかね、うん、ここが強かったとかもありますからね。そうそうそう、今状態がいいのはソフトバンク、うん、ロッテ、うん、カープぐらいだよ、うん、だからその3チームが中心となってまあ戦いが行われるのかなっていうふうに思う。どうなるか分かんないですが、うん、まずは巨人、ソフトバンク、はい、ヤクルト、ロッテ、はい、DeNA、楽天、はい、中日、西武、はい、阪神、日本ハム、はい、広島、オリックスです、はい、ね、うん、まあどのカードが注目かというと、まあ巨人、ソフトバンクかな最初はななんかそんな感じがするけどもね、うん、まあまあいずれにしても面白い試合を見せてくれると思います。はい、ね、ちょっと声がすいませんでしたが、はい、ま、次までには治ってると思うので、はい、ね、すいません、はい、まあ、それでは、はい、次からは交流戦です、はい、